名古屋国際中学校、高等学校は、愛知県名古屋市小学広市寺本町にある、学校法人、栗本学園が運営する、男女共学の私立中高一貫の、インターナショナルスクール。ユネスコスクール加盟校、文部科学省による、スーパーグローバルハイスクールアソシエート指定校、地域との共同による、高等学校教育改革推進事業指定校、であり、 国際教育を先駆けて推進している。2021年4月には、東海地区で初めて中学校にインターナショナルクラスを設置し、英語を母国語とする外国人市場及び帰国市場を対象としたクラスを運営する予定である。滑速度を増すグローバリゼーションの進展に対応できる教育環境の実践として、1990年代前半に設置者により考案され、2001年に 愛知県に計画申請を行い2003年に設立された県内21校目の私立中学校である。次世代の国際舞台で活躍できる人材の育成を目標に掲げており、英語を母国語とする他国籍の英語科教員数が東海地区の学校で最も多く在籍しており、日本人教員と共同で担任する学級運営が特徴である。一般性対象の入試に加えて、 海外帰国生徒対象の海外入試も実施しており、海外市場教育振興財団の加盟校でもある。また、欧米をはじめとする海外の大学への合格者を毎年出している。中高一貫生は、中東部では1から3年、高等部は4から6年と呼ばれ、高等部からの外部進学生と区別されている。中等部3年生は、 国際に関する各自テーマを自由に設定し、約半年かけて、新旧論文を書く。公明からも推測できるが、国際色ある行事に特徴があり、世界に視野を広げた、国際教養を身につける機会として、全員参加が原則となっている。国際理解研修先で訪問する、アルバート大学キャンパス内の広大な、栗本日本庭園は、創立者である、栗本祐一が、 日本人で初めて卒業したことを記念して建造されたゆかりのある庭園でもある。開拓者精神世界と日本の未来を担う国際人の育成1935年に名古屋鉄道学校として開校する。学生改革の後、財団法人光両高等学校から名古屋商科大学附属高等学校を経て1994年に名古屋国際高等学校へ改称する。 2003年より名古屋国際中学校を併設型として設置し国際教育に重点を置いた中高一貫教育を開始する2008年に文部科学省より教育改革推進モデル校の指定を受ける2013年9月から国際バカロレア機構が定める候補校段階にありイボによる認定訪問の審査の結果2014年12月に 国際バカロレアディプロマプログラム認定校として認可された。2015年4月より i ブドップを開始している。2014年に文部科学省より教育課程特例校の指定を受けている。ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため平和や国際的な連携を実践する学校であるユネスコスクールに加盟している。また、 グローバルリーダーを育成する教育を実践している。学校として2015年には文部科学省よりスーパーグローバルハイスクールアソシエート校に2019年には地域との共同による高等学校教育改革推進事業指定校に指定されている。生徒の入学前の居住地は日本国内をはじめアメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、 英国、フランス、ドイツ、ベルギー、ルクセンブルク、オーストラリア、中国、インドネシア、マレーシア、タイ、ミャンマー、フィリピン、南アフリカなど多岐にわたり、二十五パーセントの生徒が、帰国子女あるいは、海外子女である。過去十年間の、主な大学合格実績一覧地下鉄鶴舞線、及び桜通線、ご基礎駅下車、二番出口より東へ徒歩七分。 ヘイル名国祭、作曲、ドクター・アントン・ディ・ロイトン、作詞、ジョージ・プライト・興風祭と呼ばれ、国際理解講演会がオープニングセレモニーとなっており、国際的に活躍している企業人や研究者などによる講演が一般公開されている。学年を超えた生徒たちによる英語劇は、過去にオズの魔法使い、サウンド・オブ・ミュージック、ロミオとジュリエット等がある。 中高一貫教育では、プリフェクト生を採用しており、教員により、プリフェクトとして選出された生徒は、学級委員と風紀委員を兼ねた役割を任されている。英語を母国語とするスタッフによる、初等英語教育支援活動を名古屋市内の小学生に提供している。ありがとうございます。